お疲れ様です。コストコ情報部です。新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。さあ今回は新年初の購入品紹介。お買い得商品や新商品を紹介するので最後までお見逃しなく。それではどうぞ。まずはフードコートの新商品、ザクロ&ラズベリースムージー。お値段270円。ザクロを主体にラズベリーをミックスした甘酸っぱく華やかなスムージー。飲むと滑らかで、確かにラズベリー感はそこまでなく、ザクロのすっきりした味わいがメインでした。美味しかったのでおすすめです。オニリピ中の富士山天然水 500ml×24本、お値段698円。1本29円と激安で、値段変動もあまりないので安心してリピートしています。神コスパ代表といえばロティサリーチキン、お値段798円。鶏の丸焼きが1000円でお釣りが来るお手頃価格で食べられる最強コスパ商品。お値段だけじゃなく味もクオリティが高いので人気定番商品です。飲みやすいと話題のオーガニックアサイー 1.89 リットル、お値段1398円から632円引きで766円。末尾が66なので店舗限定の値下げ商品でした。約 45% 引きなので初めて買ってみました。調べると飲みやすくて夏は常備してますという声がちらほらあったので、安く買えたのはラッキーだったかも。人気で毎年早くに完売するバレンタインハートせんべい、お値段1080円。バレンタイン前のこの時期に毎年販売しているハートのおせんべい、なんといってもこの可愛いパッケージに惹かれてしまいます。絶対欲しい方は早めのチェックがおすすめです。久世福商店ご飯のお供シリーズの人気アイテム、七味なめたけ480g、お値段738円。テレビでも紹介されていたりして有名な商品だと思いますが、今回初めての購入です。レビューを見てみると結構買われた方の満足度が高いですね。ご飯のお供だけじゃなく、お蕎麦やパスタの麺類からお豆腐やほうれん草の和え物など、幅広くアレンジが効くのが特徴。ここまで見ていくと間違いなく美味しいと思いますが、次の動画でしっかりレビューします。冷凍商品の中で使い勝手がいいと人気の金福からし明太バラコ、お値段1658円。冷凍庫に空きができたので評判の高いこちらを初購入。何やらこのスティック状になっているのがポイントみたいです。こちらも次の動画でしっかりレビューしていきたいと思います。カナダから来た蜂蜜界のエリート、カークランドシグネチャーハニーベア、お値段3288円。見てください、この可愛いクマさん。目がクリックリでキュートなのに、値段だけは年々可愛くなくなってきましたね。それでも買い続けているのはやっぱり味がいい。濃厚な甘さがあるのに蜂蜜独特の癖がないのですっごく美味しい。人気も実力も兼ね備えた定番商品の一つです。もっちもちで美味しいと評判の米久海鮮&豚角にちまき6個入り、お値段1548円から300円引きで1248円。友達に絶対後悔しないからとご利用しされて、今安くなってたので買ってみました。もち米 100% 使ったちまきで、ホタテと枝豆が入った海鮮ちまきと豚の角煮がゴロッと入った角煮ちまきがそれぞれ3個入っています。本当に友達を信じてよかったのか、こちらも次の動画でレビューをします。ハムレットベルギーチョコレート、2198円から421円引きで1777円でした。ベルギーのハムレット社によるチョコレート詰め合わせの6箱セット、1箱に10種類入っています。すごく上品な感じがしますね。ちなみに末尾が77なので全店舗の値下げ商品、気になる方はチェックしてください。大人買いならコストコがおすすめ、ドリンクアップアソートグミ、お値段1588円。コーラとソーダの2種類が各5個入ったアソートパック、1個当たり158円。スーパーと比較するとだいたい30円から70円安く購入できます。なのでまとめ買いするならコストコがおすすめ。隠れ人気のユダヨーグルト 800g、 お値段588円。爆発的な人気はないけどリピーターは多いヨーグルト。生クリームを使っているので濃厚なミルキー感ともっちり食感が一度食べると虜になる人が多い。パウチに入っているので
最後スプーンでかき集めるのが大変とよく耳にしますが、牛乳を入れて振ると飲むヨーグルトになるので、綺麗に余すことなく食べれるので、ぜひやってみてください。毎度おなじみの特選醤油鮮度ボトル 600ml 2本セット、お値段598円。他の大容量のお醤油と比べると特別安いわけではないんですけど、ずっとリピートしています。それは理由が3つあって、常温保存が可能、量の調節がしやすい、味が落ちない、とっても使いやすく美味しいのでおすすめです。さあ、いかがでしたでしょうか。この動画を最後まで見てくださった皆さんのお買い物の参考になれば嬉しいです。今後もみんながハマった人気商品やおすすめ商品紹介していきますので、そういった動画をこれからも見逃したくない人はぜひ今のうちにチャンネル登録をお願いします。以上、新年一発目の購入品紹介でした。それでは次回の動画でお会いしましょう。